局案内してんだこれ。もしもし。横浜方面だよね。東関東じゃないよね。絶対こっちで合ってると思うんだけどな。およそ4キロ先、有明ジャンクション、銀座方面へ斜め左方向です。そしたら言うこと言うんだけど、全然高かったり。なんで東関東通り？東関東ってどこ行くの？あっち行っちゃうでしょ？千葉の方へ。いいや、今。まさかアクライン通るってこと言ってんじゃないでしょうね。もう少し、もうしかないな。まもなく横浜。やっと修正した。新幹線だ。およそ2キロ先、東海ジャンクションを横浜公園方面へ斜め左方向です。この先本線へ合流します。
まあそこ近くないんだよね。まあ行けばすぐ行かれんだけどね。うん、まだ来てないみたい。谷川の方行くとこね、うんうん、あそこも遠いんだよね。遠いって真ん中、よくて真ん中だよ。この先、左から合流があります。
で何あそこまで来るの？なんだっけ？大黒ふ頭過ぎて。そう。仮場。うん。この先左から合流があります。左からの合流があります。
方向、MSC だ。MSC ってあのさ、あの旅客船、あの今流行りのね、あのどこだ、日本のだと思う、あのほら、あのなんだっけ、ジャパネット高田、なんかでよくほら宣伝してるでしょ、あの外国一周とかさ、あれの船。あそこあれでしょ、あの海釣り公園のとこでしょ、本物のね、あれはね、ね、なんであそこに止まってんのかな。いや、ベイブリッジがね、もうあの通過できない客船が増えちゃって、ああで、あっちに移動したんですよ。新しいやつ、あれはこっちじゃないの。いや、こっち、ベイブリッジの、あ、大黒島のとこ作ってんだな。そう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 、そうそうそう、あ、そうか、そうか。およそ1キロ先、本木ジャンクション、だから大桟橋のところに入れなくて、入れないですね。そう。でもう一個できてんだよね、横浜港にね、あの客船用のね、桟橋が。で、あの今まではあの要するに潮の満ち引きに合わせて取ってたらしいけど、ね。まもなく本木ジャンクション。客乗せないと取れないんじゃないですか。浮いちゃって。バラスト作るんで、バラスト。だけでっかくなっちゃったんだ、船がね。ね、このベイブリッジも作る時の計算が甘かったんでしょ。そう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 。だってさ、みんなあのほらハルミフトじゃねえや。そうそう、ハルミフトだって入れないじゃん。そう。みんな。本当ハルミフトまで入れりゃさ、結構東京から行かれんだよね。ね。あそこもあの塩分ブリッジの外側に作ってるでしょ、うん、新しいの。道成です。今ハルミフト直してるよ。あ、ハルミフト変わっちゃいましたよね、うん、直してる今、あのオリンピックのせいもあって、うん、あそこも車止められなくなっちゃったでしょ。今はね、バス停しかない。あの警察署じゃない、あの消防署があるじゃん。前ね、あそこあの路中もできたんですよ。豊洲のホームにさ、ちょうど向かい側が通しなんだよね。もう路中どころか、有料の駐車場もあの船舶利用者以外が止められなくなっちゃったからね。夜景綺麗なんですよね。およそ1キロ先、東京タワーも見えるし、見える見える。ここから撮ってきた。この先左からの合流があります。のその先石川モニュメントが横浜横須賀でキラキラしてるあの池があるんじゃないですか。池。池？あそこに綺麗にあの映るんですよね。反射して。お台場のところの。いやいや、ハルミフト。ハルミフト。横浜横須賀道路。池ある？池があるんですよ。水盤みたいな。今ないよ。なくなってたのかな。今あそこだって壊してるの。バスのほら停車、バスの停車場があるじゃん。停車場、あそこの横は全部壊してる。およそ6キロ先、カリバインターを保土ヶ谷バイパス方面へ道なりです。
ああ、そうか。でもまだ一応、家の総理大臣と確認しないといけない。ああ、そうかそうか。一応まだ許可がいるんだ。許可が取り取りじゃない。それは大変だ。森さん行かれないんだけどね。この先右からの合流があります。行かないかな。4人は無理か。逆に3人もいいかな。ね。